特ダネが近いです。手帳の中身は見ても私にしかわからないと思いますよ。特ダネスクープ、あー、その言葉だけで気分が上がりますね。暴きますよ。裏が取れました。残念、無念です。やりすぎちゃいました。やっ、ネタ元は逃しません。格の違いを見せましょうか。ちょっとだけ本気を出しますよ。何かあるはず。情報を整理します。売り上げアップです。話題沸騰間違いないです。こういう記事もありですね。ぶんぶん丸新聞の敏腕記者、社名丸あやと申します。